太陽系4選手は平均年齢が約5歳ほど若返ったということで、よりスピーディーなセーラー選手に変身したいと思っております。皆さんご期待ください。問題は君なんだ。私平均速度が秒速5キロ遅いのは5キロ。フナムさん平均体重が5キロ重いんじゃない。新人新人でも問題は実力です。あ、そう。あなた何オーディション受けたことあんの。私は400人の中から這い上がってきたのよ。歌を自慢してすべて実力で私も受けたわよ。不作なんです。わざと見るぞ。今回のイベントの目玉、なりきりコンテスト。ねえねえ、すごい応募があったんだよね。そう、全国のちびっ子たちからなんと150人以上もの応募があったんだ。海外からも応募があったんですって。そう、本当に皆さんありがとうございました。それじゃあその応募写真を見てみよう。まずはセーラームーンから。お、これ帽子でしょ。かわいい羽がついてます。すごい。みんなどうやって作るんでしょうね、ああいうのね。すごいですね。羽も手作り。人形みたいですね、みんなね。あ、いっぱいいます。それぞれみんなお母さんが作るんでしょうかね。個性がありますね。そうですね。クリスマスツリーもある。あれは何でしょう。後ろに映ってる。セラム人形映ってますね。人形が映ってましたね、今。裸足のセラムもいる。家族で撮っちゃってますね。皆さんポーズもね、凝ってますね。そうですね。あ、あのミュージカルのポスター。うわぁ、ポーズも、ふみなちゃん負けないようにポーズ撮ってくださいね。はい、頑張ります。はい。兄弟が西日を浴びたセラム。スマホバッグ、いろんなバッグがあって面白いですね、これね。そうですね、かわいい。みんなポーズができてるもんね。洗濯物のバッグ後ろに干してる。うん、あ、いろんな写真が貼ってあります。私は5歳って言ってるんですかね。ポーズじゃないですか今のは。え、あれはなんだ。セレニティかな今のですね、多分。もうポスターが、お、あれはなんだ、怪しいのかな。タキシード仮面ですかね今のは。黒いマスクしてませんでした
よく作りますね。すごいな。すごい。セーラーもアニメも終わってるのにね、すごい人気ですね、やっぱりね。人気ですね、すごい。お、これはまた一風変わった。緑のタータンチェックですか。パジャマ風から学生服風までいろいろありますね。ですね。あ、これ劇場ですか、サンシャインですかね。そうですね。タンスセーラームーン。タンスセーラームーン。みんなとも髪の毛ね、お団子頭にちゃんとしてますね。あ、これはサタンかな、うん、セーラームーンでしょ、これ。今の衣装でかかったですね。足首から下しか出てませんでしたね。ロングスカートになってましたね。今度はセーラーサタン。セーラーサタンはね、実年齢がね、ちっちゃいからね。そうですね。みんな近いものありますね。あ、ブーツまでしっかりと。林の中からなんか。すごい、今写真館から撮ってる写真ありましたね。後ろもちゃんと。すごいな。なんか。そのままセーラームーンのミュージカル出れるそうだね。そんな子がいますね、うん、今度はちびうさちゃん、ちびムーン、ちびムーンはそのままですね。そうですね、やっぱちっちゃい。あ、トゥインクルエールって言うんですよ、知ってます？知らないですよ。知ってますよ。知ってる。あ、ルナがルナティーボールの髪の毛、今のなんか、うん、あの荷造りのテープみたいな髪の毛がいましたね。みんな髪の毛すごいですね。秋祭り、硬そうな髪の毛ですね。今度はヴィーナス、オレンジのヴィーナスですからね。あ、いい笑顔です。いいって感じしますね。これはお部屋でしょうかね。自分のマイク持ってますね、うん、お、今度は何でしょう。ジュピター、ウラヌス、ソード付きウラヌス、スリーライツですよ、はい、これはネプチューンの変身前のミチルさんだ、はい、細かいですね。すごいですね。あ、今度はマーキュリーちゃんですね。マーキュリーがいっぱい。ああ、笑顔がやっぱいいですね、子供はね。可愛いですね、可愛いですね。うん、さあ次はシャッターの前のマーキュリー、自然の中のマーキュリー、うん、いよいよセーラーマーズの登場です。お札持ってますね。手袋じゃなくて腕輪になってますね。マーズはいいですね、カツラしなくて済みますからね。地毛でいきます。さあ、特別賞です。これはセーラームーンちゃんですね。セーラームーン多いですね、やっぱりね。これはジュピターでしょうかね。特別賞14組います。お、下級王妃です。下級王妃、ジュピターかな。これは珍しい、ちびちびちゃん、はい、髪型で違います、分かりますね、うん、サターンもいます。今のアメリカから応募してくれた方、はい、サターン、すごい、ね、茶髪でしたね、ちゃんとね。そうですね。タキシード仮面もいます。バラ持ってましたね、うん、あ、いろんな人がいましたか。14組、最後はマーキュリーで締めました。うん、特別審査員賞です。これは一人だ、二カット、はい、林美奈子ちゃん、美奈子ちゃん、9歳ですね。ネプチューンもやってくれました。さあ、優秀賞です。これは宮島恵美ちゃん、ゆかちゃん、兄弟ですね、うん、中村さといちゃん、さといちゃん、はい。最優秀賞です。これはエターナルセーラームーン、田部井遥香ちゃん、5歳、斉藤千秋ちゃん、斉藤千秋ちゃん、斉藤さんというのはプロと似合う名前なんですね。そうですね。そして優秀賞の中村さといちゃんと最優秀賞の斉藤千秋ちゃん、田部井遥香ちゃんが会場に来てくれました。お名前とお年を聞いてくれますか。はい、田部井遥香です、6歳です。はい、ありがとうございます。